はい、どうも、プロダンです。やっほー。ということで、あえてテンション高くやってるんですけど、ちょっとね、これ語るとね、もう始まりなんですけど、喋るともう尽きないぐらい喋れちゃうんで、なるべく割愛して、わかりやすくというか、まぁ、ちょっと メモしたんで、喋ることもね、珍しく。ちょっとね、まぁ、はい、まぁ、結構多くの人から、半年前ぐらい、ほんと6ヶ月前ぐらいですよね。その皮膚疾患になりましたっていうので、まあだいぶ日数が経って、まあ、どうですかどうですかとか、ライブ配信中にも聞かれて、まあ、ある程度答えてるんですけど、まあその報告をしようかなと思ってるんですけど、本当はね、まあ、こういう動画を撮りたくなかったです。はい、なんかそういう世間で見られる立場なんで、世間からの目がそういう感じも嫌だなとか思ったり、まあ、正直恥ずかしかったりとかねっていうのはあるんですけど、ちょっと話しとれちゃうんですけど、なんか俺小学校ぐらいの時から、なんで自分がこうやって生きてるのかよくわかんなくて、メンヘラとかじゃないんですけど、生きる意味っていうのをずっと見出してて、それでネット配信とかやったんですけど、まあ、この病気になってる時も、なんで俺だけとかってすごい思ったんですよ。なんで俺だけこういう人生なのかなっていうふうに思った時に、やっぱその病気とか困難な挫折とかっていろいろ皆さんもあると思うんですけど、やっぱなるっていうのは、なる人とならない人いると思うし、もちろんでもなるってことは何かしら意味があると俺は思ってるんですよね。でなった時に、まあこういうことやってるし、こういう YouTube 活動やってるし、まあ、幸いにもね、多くの人に見られてるんで、まあいつかね、まあ、こういった経験を皆さんに話して、まあ少しでも今、まあ、俺と同じ皮膚疾患じゃなくても、まあ、なんか違う病気とか、あとはまあ普通に嫌なことあったりとかっていろいろ多くの人があると思うんですけど、まあ、その少しでも、あ、こんな人いるんだっていうね、根本的治療にはつながんないんですけど、それが、まあ、俺の動画見て今から話すことを聞いて、あ、ちょっと明日から頑張ってみようかなみたいな、そういう軽い気持ちになってくれたらね、俺がこうやって病気になって苦しんだ甲斐があるというか、俺がこうやって生きてる価値があるんで、まあ、ちょっと重い話になっちゃってるんですけど、っていう風に俺はでも常にこうやって生きてるんで、動画配信しながらも、でこの30年間ずっとそういう気持ちで生きてるんで、だからね、まあいいきっかけかなと思ってお話しようと思います。じゃあまずなんで皮膚疾患になったかなんですけど、題名に書いてあるか分かんないんですけど、僕は人工甘味料の大量摂取が原因って言われましたね。大学病院とか、あと西洋医学と東洋医学2つ行ったんですけど、やっぱ東洋医学の方ではやっぱその皮膚疾患って胃から来るみたいで、で僕は皮膚ってね、弱くないんですよ、実際で。22ぐらいの時からコリン性じんましんっていう、まあ汗とか体温が上がるとじんましんがバーって出る病気になってるのも感知してるんですけど、あとはなんか知らぬ間にブツブツできてるみたいな、でそれ感知したり治ったりみたいな、でそれが22ぐらいの時からなんですよね。でよく考えたら、今まで全くなかったのに、なんで22からなんだろうって思って、食生活も別にそんな悪くないし、その時動画やってないんで、大食いとかでも筋トレやってたんですよ。でサプリ結構摂取してて、もう筋トレ始めた時ぐらいから、でそっからなんかブツブツができたっていうので、で今回どんどんハマってったじゃないですか。筋肉もどんどんでかくなって、でいろんなサプリ取るようになって、え、一つ言うけど、そういう悪いサプリ取ってないんで、世に出てるそういうなんか違法なサプリ取ってないんですけど、でこうなっちゃったのかなって俺は思ったんですけど、でお医者さんもやっぱ人工甘味料とかって、これ聞いた言葉なんで俺の発言じゃないんですけど、聞いた話なんですけど、その消化できなくなるんですって。人間がだいたい20前半ぐらいで消化酵素と代謝酵素がピークになって、20前半ぐらいからその消化酵素と代謝酵素がどんどん落ちてくるんですよ。人間を形成している消化酵素と代謝酵素が、そうなってくるといろんな食べ物が食べれなくなったり、で消化できなくなって皮膚に出たり、あとは大きな病気につながるっていうのが鉄板みたいです。まあ俺はちょっと今正直サプリをもう気にしすぎて取ってません。で昔の動画見た人わかると思うんですけど、ゼロカロリーのコーラとかバンバン飲んでたじゃないですか。でその後も普通に人工甘味料のなんかもうサプリとかいっぱい飲んでたんですよ、筋トレ中もうかなり飲んでて。
だそれが積み重なって何年もで消化できずにバーって一気に今回出ちゃったのかなっていう見解です。で事実今全く取ってないんで、だからまあ次良くなってきてるんですけど、でもちろんねこれ全員になるかって言ったらそういうわけじゃないんで、本当俺はたまたま人工甘味料体に合わなかった。でも俺が思うに人工甘味料で健康になったり、人工甘味料を大量摂取して体が良くなるかって言ったら多分なんないと思うんで、まあ、マイナスでしかないかなって思ってるんですけど、まあ、全員がこう俺みたいになるわけじゃないんで安心してください。じゃあ今から、まあ、徐々にね、まあ、もう何百枚ってカメラ撮ってるんですけど毎日気になっちゃって、その中の代表的なちょっとまああの写真を公開したいと思います。まあサムネ出ちゃったかもしれないですけど、ほんとグロいんで、ほんとショッキングな画像なんで、ほんと注意してね、ほんと嫌な人はもう閉じた方がいいと思います。僕はもう覚悟して動画出してるんで、はい、じゃあまず、はい、こんな感じです。まあ写真がシャングルなんでさらに気持ち悪さも増してるんですけど、これはやばいですよね。で一気に来ましたね。はい、なんかもう最初腕にプツプツみたいな小さいのがあって、でそこからなんかほんと1週間でこれぐらいまで行きました。汗を流したりした時に赤くなるじゃないですか。まあそれがこんな感じで、でも常に、はい、これはまあ結構ライティングいいところですごい映えちゃってるんですけど皮膚疾患映えしてるんですけど、これはね、じゃあ本当にもう見たくないですよね、俺正直。もう思い出すんで。うん、で、こんな感じに、まあ、なってったっていうのが、はい。俺は、これで、慣れない人いないと思うんですけど、で、これが全体的に足にもこういう風に出て、背中ももちろん、はい。で、首にももちろん全部出ました。はい、で、顔にも正直出てて、動画では映さないようにちょっと工夫しててね。ライティング悪いところ撮ったりとかしてて、でおでことか、まあ、ここにもパフォンできたんですけど、まあ、今はもちろんないんですけどっていうのがここ半年ずっと続いてましたね。ここ1ヶ月で、まあ、徐々に回復してって、まあ、今シミとか跡だけになってるんですけど、はい、うん。で、まあ、写真撮ってもらったこの顔、絶望絶望です。はい、まあこんな感じですね。でまあどんな思いだったかっていうのを話すんですけど、まあただどんな思いだったかっていうのを、まあ、ただ話して皆さんが軽い気持ちになればいいっていうだけの動画なんで、まあただその気持ちはね、俺がどう感じたかっていうのを、はい、話すだけなんですけど、30年間で病んだことってあんまないです。まあ落ち込んだりとかそういうことありましたけど、本当に病むってことはなかったんですけど、今回が初めて病みました、はい、しかも、まあ、職業柄外に出れば人に見られて声かけられたりもするんで、そういうでこの時は本当にもう外に出れなかったです、はい、コンビニでお会計すらできなかったです。コンビニすら行けなくて、もう人と目が合うだけでなんかもうほんと怖いというか、もうどういう風に見られてんだろうっていうのがもう押し寄せてくるんですよね。だからもう多分対人恐怖症になってました。それでもどこも出かけられないし、なんかもうほんと何もできないってなってパニックになって、ちょっとそれでもう誰もいない、まあ俺実家いない伊豆なんですけど、まあ伊豆の方に帰って、もうなんだろう、自然療法っていうんですかね、そうしようと思って実家に帰りますって動画出しましたね、はい、でそっからが結構地獄で、結構コメントで同じ服ばっか着てるみたいな、長袖、まあ暑いのに長袖着てるのおかしいじゃないですか、まあ、あれは本当にもうバーって出たし、首にも全部出たし、それがもう映るんですよね。本当は服変えてタンクトップから配信したかったんですけど、もうあまりにも動画上で映って、もうさすがに見せられないっていうことだったんで、はい、なんかクロノスの長袖とかよく着てました。で一番辛かったのはやっぱりそのこういう仕事してるんで不安定じゃないですか、 YouTube って。だからその動画をやめるわけにはいかないですよね。ほんと交通事故とか入院とかだったら
まだやめれるんですけど、何かやらかしちゃったとかだったらもう休止できるんですけど、皮膚疾患って怖いのが体が動くんです。体は動くし普通に不自由なくできるんですよ。ただ見た目がやばいっていうだけなんで。でも、もう本当生き地獄だと俺は思ってるんですけど、動画は回せるから回すんですけど、本当これリアルな話で、動画とかね撮ろうって思って本当に2時間できなかったり、テンションが上がんなかったり、まあ今見返せばテンションがめっちゃ低いとこあるんですよ。なんかもう無理に笑顔作ってるみたいな。まあ探せばね、コメントでちょこちょこ突っ込まれて敏感だなと思ったり、鋭いなと思ったり人いたんですけど、あとはもうお風呂とかもう本当真っ暗にして入ってました、うん、真っ暗にして入ってて本当お風呂が嫌で、てか鏡を 見るのが本当嫌で、自分の。で俺筋トレ好きなのに、筋トレってなんかもうやっぱパンプした姿をさ見てさ、でポージングしたりして鏡で、うわ今日も筋トレしたってなるんですけど、それができないし、筋トレ行くモチベも行ってたんですけど、一回前まで行ったんですけど本当できなくて、もうあれが本当苦しかったですね。本当にもうちょっとその今後の未来どうなんだろうっていう、本当暗闇なんで治るかもわかんないって言われてたんで、お医者さんから、まあ長い月日がかかるって言われてたんで、だから本当いつ終わるのかわかんないその未来に本当苦しんでて、なんか本当海が近いんですけど家から、本当5時間ずっと海見てたりしました、ね、本当1日の半分ぐらい森にいたりとか、本当王者ターちゃんみたいな感じになったね、ジャングルの王者。でも YouTube の人には言えないじゃないですか、言ったとしても変に心配されるし、でもそれ隠したことによってコメントではさ、まあ、別に批判するわけじゃないんですけど、そんなことしてていいのみたいな、どんどんワホになっていくみたいな、そういうプレッシャーもすごい強くて、なんかほんとなんていうのかな、過呼吸じゃないですけど、普通にしてるだけでもうこっから吐き出しそうなのがほんとずっと続いてましたね。で いつになったら終わるんだろうと思って、で夜寝て朝起きるんですけど、朝起きたらまた全身皮膚痛に治んないんで、本当にそういう経過も全く見られないんですよ、数ヶ月。あ、治ってるなっていう感情にもなんなくて、でそれがずっと続いて本当苦しかったです。で本当なんかね、もう自分で言い聞かせました。だから今悩んでる人とか、まあ、挫折に陥ってる人いっぱいいると思うんですけど、まあ本当俺はその時に本当もう挫折したって思ったんですよ。まあ、これからいろいろ仕事もやりたかったし、いろんな展開しようと思ったんです。全部今も台無しになっちゃったんですけど、6ヶ月前に皮膚疾患きっかけに、で大会も出たかったしみたいな、去年盛り上がったんで、うわな今年もなんかそういう精神を味わいたいなと思ったら全部ダメになって、でもいろんなことしました、治すために。もうありとあらゆる論文見漁って、毎日ネットで調べたり、毎日本もね、皮膚疾患とかそういう胃を治すやつを3冊ぐらい見漁りましたね、分厚いやつ。でそんなことやってても全然治んなくて、ほんともう最終的には神頼み、有名な神社にほんとお払い数何10万円ぐらい数ごめん持った数万円ぐらい払ってお払いしてもらったりっていうのをやったりとか、はい、そんなことをね本当にここちょっと前までずっとやってました。でいつ終わるんだろうってずっと思ってて、でもまあ考え方を変えたらねちょっと楽になったんですけど、だから皆さんもね、もしそういう人がいたら、まあ、こういう考え方いいかなと思ってお話するんですけど、やっぱその今はねすごい感じちゃうんですよね。明日明後日1週間後まだ治ってない、どうなるか分かんないって思うんですけど、人生って俺は短くないと思ってるんですよ。すごい長い、これが何十年もあるし、その中のたった1年、例えば1年、まあ数年別に失っても残りの、まあ、例えば50年あるうちの48年、まあ、2年間苦しんで残りの48年超幸せだったら、もうそれは俺はすごい幸せだなと思って、そういう考えでずっと生きてました。はい、そして何か意味あると思ってね、でこうやってまあ話すきっかけにもなったんで、まあ、皮膚疾患になってよくはなかったですけど、決して良かったとは言えない、だけど、まあ、こういうきっかけ作れて
良かったなと思ってます。この半年間地獄でしたね。やりたいこともやれないし、なんかやれたとしても気持ちが乗れないし、なんかもう人にも会えないし、生きてる意味あんのかなって本当思ったりしました。で、今ってツイッターとかさ、インスタとかって見れちゃうじゃないですか、すぐで。インスタとかツイッターっていい、まあ悪いこともあるけど、なんか笑顔で写真撮ったり、なんかここどこどこ行ってきましたとか、なんかこういうところで鍛えてきましたみたいな、やっぱそういうの見ると本当なんか悲しくなって、なんで俺だけなんだろうってすげえ思ったりとかして、そうするとなんかもう吐きそうになっちゃったよねっていうのを本当に忘れない日はなかったです。でも俺みたいな人もいますんで、ぜひ皆さんもね、まあ、負けずに、いつか必ず幸せになれるんで、下がったらもう上がるしかないんで、はい、下がるとこまで下がって、そこから踏ん張っていけばね、上がれると思うんで。そして俺も、まあ、こういう動画出した以上、まあ、見ててください、はい。まあ、今後の動きを強いこと してみせますんで、この今回のきっかけでこう輝いたなっていうところを俺が証明してみせるんで、まあ、ぜひ、ね、皆さん温かく見守ってもらえたらなと思います。そして、まあ、まあサプリについてですけども、まあ、俺そっからきっかけっていうのもあるんですけど、まあ、プロイズムっていうね、まあ、物販、まあ、アパレルみたいになってるんですけど、プロテインとか作ったりアパレル作ったりしてるんですけど、まあ、自分、まあ、本当自分本位で作ってるんですけど、その人工甘味料が自分の体に合ってないっていうところで普通に怖くて、でもやっぱプロテインって筋トレしてる人からしたら必須なんですよね、サプリって。だからもう本当ちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけど、人工甘味料をねなるべく少なくして、で今後も本当そういうところに特化した商品、本当体にいいやつを作っていこうと思ってるんで、まあ、ぜひちょっと、まあ、本当もしね、今見てる人でブツブツできてたりとか、なんでブツブツできてるかわかんないみたいな人いたら、もしかしたら俺と同じように人工甘味料、まあ、筋トレしてる人でサプリとか、あとゼロコーラとかゼロなんちゃら取りすぎな人もいると思うんで、まあぜひちょっと見てみてください。てな感じで、じゃあ最後ちょっとね、どうなったか体見てみたいと思います。はい、じゃあ脱いでいきたいと思います。トゥーントゥルトゥーントゥルトゥーン。はい、まあこんな感じでね、はい、よくはなりました。でもまあいいかなと思うんですけど、ここにね結構色素沈着みたいな感じでシミみたいに、はい、沈着しちゃってるんで、これが、まあ、半年から1年ぐらいって言われてます、ね、で、あと腕も全部できてたんで、腕もよく見ると白く全部抜けてます。でもほんとちょっとで分かりにくいんですけど、白く一眼レフで撮ればよかったかな。ちょっとまあ結構白くポンポンって抜けちゃってます。で、後ろがっていう感じで、まあ湿疹は全部なくなりました。足も、はい、おかげさまで。足もね全部なくなりましたと、うん、まあ、まあ、薬さえ使わずに治したんですけど、まあその方法もね、もし教えてほしいっていうのはコメントが多かったり評価が良かったら、まあ、あの違う動画で、まあ、そういう食生活とかどういうことを注意してるのかっていうのをちょっとあの動画にして皆さんの参考にしてもらえればと思います。っていうので以上、人工甘味料を取りすぎた男の末路でした。皆さんも本当に健康って本当大事なんで、うん、なんていうのかな、本当今回のきっかけで健康第一って、本当健康第一、本当そういうその通りだなって思いました。もう健康がベースで幸せって成り立っていくと思うんで、もうそもそもベースの基盤の健康崩れたら何やっても幸せじゃないし、もう生きてる価値もなんかなくなっちゃうって実感したんで、ぜひ皆さんもね気をつけてください、健康には。僕もまあそういう経験させてもらったんで、そういうのも真面目な動画になっちゃいますけど、伝えていければなと思います。ということで、ありがとうございました。またお会いしましょう。